ワンパー、はいどうも、こんにちは。ザワと申します。天使生実況、続きやっていきましょう。ということで、いやー、ちょっと前回のね、サナさんが心配だね。まあ、ちょっと、ハルキくんのね、こと、いろいろな事情わかってるんだけど、まあ、まあ嫌な子だな、というかさ、自分でも、ね、こう、ハルキくんにね、そういうことをしてほしくないみたいなね、なんかそういう、気持ちが隠しきれてないというか、なんかそういう、なんていうのかな、なんか、サナさんの複雑な心境があって、で、それもね、ハルキくんもちょっとそれに対してね、気づいてるような節もあって、というところで、ハルキくんもね、どう声をかけていいかわかんないみたいなね、そんな、絶妙な、微妙なところなんですけれども、はい。そんなところから始まっていこうかなと思います。はい。じゃあ、どうなっていくのか、見ていきましょう。ベッドに背中を預け、天井を見上げる。昼のサナの態度、あれってやっぱり俺と卯の花のことを気にしてるんだよな。それが兄と妹としてなのか、それとも違う形なのか、多分そういうことなんだろう。いくらなんでも気づかないわけがない。そうか。それね、あのね、世界線が変わるとあの気づけないやつもいるんですよ。ね、まあでもさすがにまああれだよな、こういうなんていうのかな、こう幼い頃からみたいなね、だけどそういうのは気づく可能性はあるけど、でも逆に幼なじみ系統だとな、気づかない、逆にこうなんていうのかな、近すぎて気づかないみたいなね、そういうパターンもありますけどね。けれど、はあ、サナの気持ちがそうだとしたらどうする。俺はそれを受け入れるのか。そこだよな、そこ次第だよな。ダメだ、考えがまとまらない。つうか、まとまったらいろいろとまずいような気がする。まあなんか、そうだよね。確かに。いろいろとこう、今の関係性は、まあ無理だよね。もう続けられなくなりますね。まあ、白黒つけてしまうとみたいなね。なんかそういうのってよくあるよね。こう、グレーだったらどうにかなってたものが。お。サナか。開いてるよ。お邪魔しまーす。おお、サナさん。なんか、あれ、姫さんかなと思ったら普通にサナさんだったな。ドアから顔を覗かせると、サナはそのまま部屋へ入ってくる。おう、どうしたんだ。たった今、サナのことを考えていたから、妙に動揺してしまう。どうって、兄さんの部屋で漫画を読もうと思っただけですよ。あ、なるほど。なぜ、俺の部屋で。気にしないでください。そうだな。って気になるだろ。もう、兄さんってばわがままですね。俺か？俺がわがままを言っているのか？はい、そうです。そうですか。きっぱり言われた。私はここで静かにしてますから。もちろん、兄さんのことをじーっと見てますけど。落ち着かないだろ。ダメですか？いやー、じゃあもうあれだ。もう近くに、こう抱き寄せて。一緒に漫画見ればいいんだよ。チュンと顔をうつむける。聞くな。聞くな、このサナさんの、この顔は。まあこれが打算だとしても、そうじゃなかったとしてもな。なんか新しい技か。技か。それは48個くらいあるやつの中の一つなのか。わかった。好きにしていいぞ。はい、好きにします。パーッと明るい笑顔を見せたサナが、俺の隣に腰を下ろす。もうね、さも当然のごとく。風呂上がりなんだろう。ふわっといい匂いがした。なあ、サナさんや。はい、何ですか、兄さんや。その、昔話童話みたいな、なんかそういうの、そういうなんかこう、呼び方やめて。どうしてそんなにひっついてくるんだ。兄さんがそこにいるからです。ジョージ・マロリー。そうか。はい。いや、まさかのジョージ・マロリーでしたね。なんだ、この状態は。なんだろうな。ちょっとだけお尻の位置を変えて離れる。スッとこうね、スッとこう無言でね、ちょっとだけお尻の位置を変えてひっついてくる。
漫画読みにくくないか？読みにくくないです。そうですか。そうか気まずこれ、春樹くんにしても。そうだ俺ちょっとトイレに行ってくるよ。わかりました、一緒に行きますね。嘘だろいや、それはちょっとさすがにやっぱりやめとく。残念なのいや残念なの、さすがにダメでしょトイレは。何が残念だったんだ気にしないでくださいやべ、ちょっと怖いんだけど。サナさん、にっこりと笑って流された。なあサナ、いきなりこんなことを始めた理由は何なんだ？買い物に付き合ってくれたお礼です。そうは思えないんだけど。そんなことないです、ちゃんとしたお礼です。そうですかね。サナは黙って本をめくっているけれど、視線は全くその動きを追っていない。何か話したいことがあるんだろ？言いにくいことなのか？それは、その、だって私が言うようなことじゃないです。それに。それに？なんでもないです。とにかく兄さんは気にしなさすぎです。気にしなさすぎ。すげえなんか言いにくそう。気にしなさすぎ。気にしなさすぎ？そうですよ。ああ、やっぱりそうか。宇野花のことだろ。図星だな。サナは無言のままだ。答えないことが答えになっている。やっぱり気にしていたのか。兄さん、姫さんと何回キスしたんですか？うわあ、まあ気になるよね。それは、もう数なんて覚えてない。まあ、4月ぐらいからだもんな、もうな。かれこれ。約半年ですか？まあ、5ヶ月ぐらいですか。俺は答えに詰まってしまう。数えられないくらい、キスしてるんですね。それは。いや、でも、あれは。わかってます。不運を取り除くために必要なんだって。キスは別に何とも思ってない。わけじゃないですし、あまりいい気もしませんけど、キスすることは気になっているし、あまりいい気もしていないのかまあそこはな、まあ、本音がちょポロッとな。仕方ないことだってわかってます。でも兄さんってばキスの時に鼻の下をビローンと伸ばしてましたそうなんだ。まあしゃあないよね、そんなね。もう美人だもんな、姫さんな。そうかそうです、そうなんです。誰かに見られたりしたらどうするつもりなんですか？ああでも今日のは特別で、いつもはこんなことは。いつも、そうですよね、いつもはもっと隠れてやばい、なんか何か話そうとしたら、やばい、何か話そうとしたら どんどんナーバスになっていく。なんかシリアスな方向に行ってしまう。地雷を踏んだかも。サナ、あの女、その、なんていうか。いいんです。わかってますから。気にしないでください。気にするんだよな、こんな顔されたらな、ちょっと気にするんだよな。いや、でも気になっちゃうよね。サナは寂しそうに言うと目を伏せた。うわ、きつ、これ。え、マジ？俺、春樹くん気になっちゃうだろうな、これ。で、今、4日後か。そろそろ出るか？それじゃあ、お弁当を包んじゃいますから、ちょっとだけ待ってください。弁当は熱いうちに蓋を閉じるより、出る直前に包む方がいいらしい。あ、そうなんだね。なんか俺、そういうの全然わかんない。小さなことだけど、美味しく食べてほしいという、サナなりのこだわりだ。なんかさ、あれかな、なんだろう、こう蒸気がさ、こうなんだろう、熱いまま、熱々だとさ、こうなんか水がさ、こうなんつうのかな、あの蓋にひっついちゃってさ、それでびしゃびしゃになっちゃうみたいな、なんかそういうことなのかな。あんま変わんないと思うけどね。もうちょっとテレビを見ろ。テレビ好きなんだね。遅刻するぞ。大丈夫、
走っていけば間に合う。なんかあながち走っていけば間に合いそうだから、なんか何も言えねえっていう。ルリならそうかもしれないけどな。ルリちゃん、忘れ物はないですか？今のうちに確かめておいた方がいいと思うの。ね。ないぞ、完璧だ。ところでお主、ここのところ調子はどうじゃ？お、そりゃあまり良くない。良くないどころじゃないよな。いや、いろんな不幸が起きてるからな。前ほどじゃないけれど、不運に巻き込まれることも少なくない。その様子ではあまり良くないようじゃな。まあな、なんとなくサナが聞いているような気がする。だから俺は答えることができない。いや、まあそのなんていうか、この流れだとまたキスとかになりそうだな。いや、そうだな。そうなるとね、またちょっとややこしいというか。ちらりとサナを見る。あ、これはなんて言えばいいんだ。こっちを見ていたサナと目が合う。不運のことでサナに心配をさせたくない。私先に行きますね。お弁当はここに置いておきますから。それじゃあ。サンナ？ちゃった。これは結構大きな爆弾を抱えてしまったかもしれんの。その、あの、言い方がさ、その、なんだろう。何？その、なんかサッカー選手とかさ、野球選手のさ、なんか、治療班みたいな。なんか、これよくドラマとか出てくる。ああ、これはちょっと結構大きな爆弾を抱えてしまったかもしれないな。なんか、でもそういう感じじゃないんだよな。そういうさ、ちょっとギャグ的な感じじゃないんだけど、なんだろう。なんか姫さんなんかそういうね、ことを言いかねないから、ちょっとね、あれそっち系かなと思ったけど。まあでもさすがにな、サナさんがな、ちょっと心配ですよね、やっぱりね。宇野花もちょっと困ったような顔で、サナが出て行った扉の方を見ている。ハルキ、わらわが思うに、どうにもこのチューブラリンの渋滞がよろしくないのではないか？お、チューブラリンって。まあ、本人の気持ちもあるし、これ以上は言わんが。姫さん。まあ、もうすべてわかってるよな。姫さんはな。これは困ったな。なんかサナとの仲がちょっとギクシャクしてるような、してきているような気が。とりあえず今の俺の願いとしてはサナには笑っていてほしいんだけどな。うん、そうだよね。なんかあんなこう苦しそうな顔してほしくないよな。難しいな、なんかそれは。お、昼休みを迎え、いつもと同じように騒がしい。ただ今までと違っているのは、なんか作業してる奴らが一気に増えたな。昨日昼休みに作業をする許可を取りに来た者たちがかなりいたからの。おお、ああそういうことか。文化祭もうすぐだもんね。あまりのんびりしていられなくなったのかな。ああ、でかなんかこの葵さんとなんかこの姫さんが一緒になるのがすげえ久々な気がする。なんかね、学校はもうなんかサナさんあんまりこう見ないしさ、学校でね。でも学校ではまあ葵さんの方が見るし、で姫さんもね最近出てくるような、あの最近っていうかさ、なんだろう、ゆかりさんルートでは全然出てこないんで、まあこのサナさんルートはまあ一応出てくるんですけど、まあこうやって学校でね普通にこう出てきて、しかも葵さんと一緒にみたいなね、シーンって結構久々な気がする。うん、僕もご飯を食べ終わったらすぐに取材に行ってくるつもりなんだ。もう証拠たくましいな。徳沙は弁当を開けると早速食べ始めた。せめて昼飯くらいゆっくりした方がいいんじゃないか。ニュースはご飯を食べ終わるまで待ってくれないからね。まああれだな、いい記者になるといいな。それじゃあ私たちも食べよっか。そうだな、昼飯は一日の楽しみの一つだし。さてと、弁当の蓋を開けるとそこには白い大地が広がっていた。おう、目の錯覚か。一度蓋を閉じる。さてと、もう一度弁当の蓋を開ける。え、何？どういうこと？白い大地って何？やっぱりほとんど白一色だ。ご飯だけ積まれたってことですか。いやいや、でもいいじゃんいいじゃん、それでおかずがあればね。
見えるのはただ一点、真ん中にある赤、梅干しだけだ。あー、なるほどね。はいはいはい。でもいいじゃないですか、いいじゃないですか、全然ね。なんだこれ。何、おかずがないってこと？どういうこと？おかずが全くなくて、何、ご飯がこう一面と盛られてて、梅干し一個みたいな。今朝サナが作ってるのを見たときは、ちゃんとおかずが入ってたはずだ。なるほどね。おかず入ってねえんだ。なるほど。ハル、今日は寝坊でもしたの？いや、そんなことないけど。サナを見る。なるほど。ちょっと腹いせじゃないですけどね。サナは黙々とおかずを口に運んでいる。サナの弁当と俺のを見比べるまでもない。いつもは同じおかずのはずなのに、この差は一体なあ。サナ、ご飯を食べながら喋るのはお行儀が悪いです。それ葵さんにも言ってくださいよ。食べてないから大丈夫だ。そうかもですけど。いや、そこをついたか。そういう問題じゃないけどさ、俺の弁当なんだけど、おかずが。おかずがどうかしたんですか？何その笑い。何その笑い。怖いんだけど、ちょっと。怖いんですけど、サナさん。満面の笑みを浮かべ、聞き返してくる。なんだか逆らいがたい空気が。なんでもないです。まったく。威厳のかけらもない兄じゃな。まあな。仕方ないわよ。だって春だし。ね。うっさい。うっさい。いや、これで終わらせていいのか。栄養は大丈夫か。おい、ちょっと。まあ、サナさんに頼りすぎるっていうのもあれだけどな。まいったな。飲みかけの水を端に寄せ、テーブルに突っ伏す。そんなに怒っているとは思わなかったな。千歳、今日の昼は日の丸弁当だったんだってな。マジの日の丸弁当だけどな。もうマジでも日の丸しかない弁当だったのよ。マジ？そんな楽しいことになってたの？え？うわぁ、学食じゃなくて一緒に食べてればよかった。楽しい。何が楽しいねん。あのな、飯を作ってもらえるだけでもありがたいじゃないか。まあそうだよな。まあ普通に考えてそうなんだよな。それはそうなんだけど、お腹は膨らんでいるけど、心には、うん、寒風が吹きすさぶ。まあそうだよ。寒風かな。日の丸弁当が悪いわけじゃないけど、サナの料理を期待していた俺にはギャップも大きかった。でもそんなことされるってことは、ハルが何かしたってことでしょ？心当たりくらいないのか？まあいろいろな。あるというか、宇野花とのキスしか考えられない。なんかあるみたいだね。自業自得だな。いや、ちょっと待ってくれって。今までだってしたことなんだぞ。何をだ？まあそうなるわな。まあそうなるわな。それは秘密だ。秘密ね。別にいいけど。女絡みか。お、なるほど。鋭いな。ブホッ。俺の指摘に口に仕掛けていた水を思わず吐き出してしまう。何を言ってるんだよ。決まりみたいだね。そうだね。間違いなさそうだな。なんでそんなこと言い出したんだよ。イオリの言葉とは思えないぞ。そう言われてもな。野生の勘ってやつか。なんとなくそんな感じがしただけだったんだけどな。お前、何なんだその謎の勘は。野生の勘ってお前な。でも正解なんだろ。反応しなければごまかせたかもしれないのに。そうだな。もうこれは図星だな。言いたくないことは聞かないけどね。サナちゃんが怒っている理由、一つしかないじゃん。ん？そうなのか？イオリはともかく、ハルは分かってるみたいだね。そうなんだよな。今回はね、なんだろう。なんか友達の方が分かってないみたいな。ね、主人公、いつもなんかさ、主人公が分かってなくて、まあ、なんか友達の方がさ、男友達系がさ、ああ、なるほどね、みたいな感じでさ、察するみたいなパターンは結構ね、他の、あれだとあったんだけど、今回、イオリが相当鈍感というか、ちょっとわけ分かってねえからさ、もう、
ね、無駄に鋭いけど重要なところわからないみたいなね、なんかそういうキャラだからさ、なんかこういうところあるよね。で、小太郎はなんか目ざといしな。多分な。うぬぼれかも、なんて自制しても答えは一つしかない。で、理由は何なんだ？焼き餅だろ。うん。やっぱり、そういうことなんだろうな。でもな、俺とサナは兄弟だぞ。そうだな。うん。今さら何言ってんだよ。そうだよね。だったら焼き餅って変だろ。そう？大好きなお兄ちゃんを他の人に取られちゃうとかじゃないの？まあそうだな。そういうもんか。乾ききった喉を潤すためコップを手に取る。妹ちゃん、本当に千歳のこと好きだったりしてな。うーん。うーん、よりな。もう無駄に簡易んだよな。ブホッ。俺は再び口にした水を盛大に吹きたい。今のガチのやつだね。ガチで今スプレッドウォーターしてますね。おわく汚いな。そんなわけないだろ。わからんぞ。まさかの伏兵が。否定の言葉が意外な人からかけられる。じいさん。そうね、ハルくんは一番身近な異性だし、興味がそのまま熱い思いへなんてことあるかもね。渡るさんは楽しみたいだけだよな。渡るさんまで何を言い出すんですか。報われない恋、うん、身近な兄への禁断の思い、うん、そこから生まれる小さなやきもち。お兄ちゃんダメ、こんなことダメだけど、うん、やっぱり好きなのみたいに。おなんかすごい妄想たけだけしいけどね。わたるさん楽しんでるだけですね。うん、そうよ、うん、楽しいわよね。ねえ、はたからね、そうやってね見るとね。否定しましょうよ、せめて表向きだけでも。私って正直な女だからな。正直すぎるわ。それに否定なんて必要ないんじゃないかな。お、そう思うんだけど違うかな。ズバッとくるね。あれ、分かってるみたいね。真面目な顔をするとまっすぐ俺を見る。サナちゃんはハルくんのこと大好きだって見てればわかるわよ。え、唐突な変化に戸惑ってしまう。本当だよな。よかったわね、お兄ちゃん。お兄ちゃん、一瞬でいつものからかうような笑顔に戻る。何なんだろうな、ちょっとつかみどころがないよな。何がですか。だって世の中には自分より先にお風呂へ入るなとか、うん、下着を一緒に洗うななんて子もいるのよ。まあそれはいるでしょうね。それは兄弟よりもなんだっけ、これ父子かな、父子のような気がする。まあそれを考えれば多少の焼き餅なんて可愛いじゃない。多少の焼き餅で弁当が日の丸なんですけど。それはそれで面白いかも。面白いんすか。このままだと俺の昼の楽しみが。明日は弁当のおかずがどうなっていることやら。もう買うしかねえな、どっかから。じいさん頼むから遠い目をしないでくれ。ご飯にたくあんだけとかだったりして。やべ、寂しい。まあでもたくあんあるだけまだいいか。いっそ白米にごま塩だけとか。いやでもそれはでも逆に美味しくない。まあなんか下手なさ、なんかご飯下手なおかず乗せられるよりもね。水だけで白米の茶漬けなんていうのもありそうだな。あれはあれでうまいけど。水だけで茶とはやったことあるのかよ。うまいぞ。え、そういう問題じゃないんじゃない。そう、なんかもうひもじい生活してる人のやつみたいな感じだよね。あの水をこう、あ、じゃあ お米を水でふやかしてみたいなやつ。サナちゃんのおかずをあーんとかしてもらえばいいんじゃないかな。お、そんな恥ずかしいこと人前でやれません。人前じゃなければいいのかな。ハルくん、本当のところはどうなのか教えてほしいな。いやー、腹黒い人ですね。渡辺さん、人前じゃなくてもしません。ではどうするんだ。とりあえず
謝ってくる。まったくダメなやつだな。ダメだよな。なんでだよ。お前はとりあえずなどという理由で謝られて嬉しいのか、うん、確かにな。う、反論できない。じゃあどうすればいいんだよ。理由もわからずただ謝るなど論外だな。やきもち焼かせたことを謝ればいいんじゃないのか。うわぁ、ハルくんってば男前だね。それは何、煽ってるのか。ん、お前俺のことが好きなんだろ。うん、大丈夫、他の女なんて見てないからってことだよ。どうなんかな。まあまあそういうことになるか。まあその話によっては。な、自意識過剰っぽいね。確かに。千歳、短い付き合いだったな。なんでなんでそんなんでもうおかしくなっちゃうんだよ、その関係性が。で、なんでお前ら帰り支度してんだよ。いいじゃない、サナちゃんもそこで頬をあからめながら兄さんになら。わたるさんも適当な話を作らないでくださいよ。うん、大変だね。そう思うなら止めてくれ。冗談は置いといて、でどうするのかな。本当に冗談だったんだろう。なんかね、なんか冗談じゃなさそうな感じもね。突っ込むと際限なくからかわれそうだし、黙っておこう。何にしろ話をしてみます。心に届く言葉などそんなにないぞ、じいさん。そんなことよりも尻の一つもさらっと撫で上げて、うん、サナがあまりに魅力的だった。いや、ほんと論外なんだけど。それは一瞬でもさすがだなんて思った俺がバカみたいじゃないか。もう味方がな。味方がこんな感じなんだよね。この何、高低差が激しいんでね。ちょ、真面目な話したかなと思ったら、もう次の瞬間にはもうふざけてるからな。どう反応すりゃいいんだよっていうね。おお、サナさんの部屋。ごめんなさい、忙しいのに相談なんてお願いしちゃいまして。もうちょいじゃあ見ていきましょうか。大丈夫、忙しいってほど何かしてるわけじゃないし、それにサナが相談してきてくれたのに答えないわけないじゃない。あ、ここあれだ、葵さんの部屋か。そうだ、なんか一回見たことあったよね、その共通かなんかで。なんか見たことあるなと思ったけど、そうだ、葵さんだ。そうそう、僕たちでよければ何でも話してよ。ありがとうございます。でもわ、私の話じゃないんですけど、それでもいいですか。いや、でもそっか、でもこうやって相談できるのはまだいいよね、サナさん。もう抱え込んだままじゃなくてさ。でもサナちゃんが気になってることなんでしょ。なら何でも相談に乗るってば。嘘ついてごめんなさい。それで何があったの。葵さんもほのかさんもすごく優しい。今からでも本当のことを言った方がいいのかもしれないけど、ああ知れないですけど。でもうん、私の知ってる人の話なんですけど、うん、付き合っていない女の人といつも一緒にいるんです。いやー、ここでも分かっちゃうよな、葵さんたち多分。それって、うん、ここ来る前だからとかそういうことじゃなくて、そういうのとは違うんです。女の子の方が嫌がってるとか、どちらかというと、うん、女の子の方が積極的です。ひね。あまり問題ないと思うけど、その友達はそれをどうにかしたいって思ってるんだ。おう、はい、そうなんです。だって付き合ってないのに、恋人みたいなことをしてるんです。うん、そういうのって変ですよね。うん、やっぱな、気になるよな。どうなのかな。葵さんは困った顔をしてる。そうですよね、こんなこといきなり言われても困るだけですよね。こういう話題は葵ちゃんに聞いてもあまり意味ないかもしれないね。葵ちゃんって恋愛には全然興味ないし。確かに、もうね、何人ブレイクしてきたんでしょうかね。そんなことないわよ、今はあまりだけど。まあでも願望はあるんだよな。だから葵さんルートもね、ちょっと気になりますね。葵ちゃん、誰か好きな人いる。別にいないけど。いないんだよな。今まで付き合ったことは。
ないけど。ないんやな。漫画とかで恋愛ものは好き？だったらほのかはわかるの？まあそうだな、確かにそう 言ってる本人はどうなのっていう。うん、その女の子は相手に焼きもち焼いてるんだよ。お、焼きもち。だって他に考えられないし、考えるの面倒だし。そうだよね。そうだよね。面倒ってほのか、本音が漏れてる、ダダ漏れになってる。本音がな。でも外れてないと思うよ。それにこれ以上のことは本人に話を聞かなくちゃ意味がないでしょ。まあ確かにな。まあその通りだ。そうだけど本人目の前にいるし。おん。え？おん。おん。まあ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 そうだよね。まあそうなるよね。まあさすがに葵さんは。え？分かってましたね。今の話、サナのことでしょ？うん。相手はハルと、多分姫かな。すべて把握していた。違います。これはあくまで一般的なお話で。うん。さっき知り合いって言ってなかった？そうやんな。うん。あらら、葵ちゃんの言う通りみたいだね。図星でしたな。ごめんなさい。別に謝ることないよ。最初から分かってたし、言いにくいんだろうなって思ってたし。最初から分かってたんだ。僕全然気づかなかったよ。そうなの？私は焼きもちって方がよく分からなかったけど。おう。それじゃあ2人揃って話を聞いて正解だったってことだね。確かに。葵さんはどうして私のことだって分かったんですか？話を聞いてる途中でもしかしたらそうかなって。まあひーとか言ってたもんね。 でも焼きもちなんてことはないというか、その違うんですよ。私は大丈夫大丈夫。だってサナちゃんが千歳くんラブなのはみんな知ってることだし。もうね、周知の事実っていう。いやもう なんかこう拍子抜けになっちゃうけどね。そう言われるとっていうね。あ、違うんですか？とにかくその知り合いの話に戻るけど、大切なのはどうしたいかってことじゃないかな。どうしたいか、自分ですかがな。まあそうだね、自分がな。確かに2人を心から応援するか、うん、自分も気持ちを伝えるか、どっちかしかないんじゃないかな。そうですね。そうだな。姫ちゃんのことは好きだけど、僕はサナちゃんを応援するから。私もサナを応援するよ。まあ昔馴染みだしな。ありがとうございます。違います、私のことじゃないです。もう完全に認めた上で。もうちょっと、もう認めたみたいな感じになった上で。自分のことじゃないとまだ白を切るつもりですか？もう私のことですって言ってるようなもんだけどね。はい。まあそんな可愛いサナさんの。ね。ボロが出た瞬間でございました。はい。ということで、じゃあ今回は以上にしたいなと思いますが、まあサナさんもね、いろいろ抱えながらではありますけどね、ちょっとハルキくんがちょっと弊害をね、被害をちょっと、こむっておりますが、まあ、サナさんもね、いろいろとやっぱりちょっと悩みが、あるみたいだ。だからな、まあその中でっていう感じなんだろうな。まあでもさ、こうやって打ち明けられたってことは一ついいよね。うん、まあその自分はちょっとあの他の人のことっていうね、なんか一般的な話っていう風にしたいらしいですけどね。ただもう ありがとうございます。ありがとうございます言っちゃってるもんなもん。いやいや、まあそういうね、なんかいい感じのオチになりましたということで。いや、まあこの9月17日からね、またまあ、17日からというか、ね、その話があった後ろでね、春樹くんたちはまたどうするのかと、春樹くんたちというか、春樹くん自身か、がね、まあ、どうするのか。まあ、で、サナさんもやっぱりね、何かしら、こう、行動しないといけないと思うから、まあ、お互いだよね。お互い、どう動くか。まあ、これ、非常に、重要だよね。もう、特に文化祭、前か直前ぐらいか、まあ、当日かわかんないけど、
まあやっぱ文化祭その前後あたりはやっぱ重要だよね。はい、まあそこら辺でどうなっていくのか、ぜひぜひ、次回以降もお楽しみにしていただければなと思います。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ、ありがとうね。